はるかです。お化けだよ。ピクセラから、株主優待のクオカードが来たのよ。ピクセラって何をしてる会社？デジタルチューナーの製造と販売、リデポット電気圧力鍋を作った会社よ。他にも、ソフトウェアの開発、販売をやってるそうよ。へぇ、難しそうなことしてるんだね。これが優待でもらったクオカードよ。株を持っていれば、クオカードを送ってきてくれるの？各企業により株主優待が得られる条件が違うのだけれど、ピクセラの場合は所有株数100株以上で、株主総会、臨時株主総会が行われるときにピクセラから議決権行使のハガキと小冊子が入った封書が議宅に送られてきて、その議決権行使のハガキに書かれている定款の一部変更、取締役の選任、第三者割当、新株予約権発行について賛否どちらかに丸をつけて、ハガキをピクセラに送ると、優待のクオカードが自宅に送られてくるのよ。100株所有で、優待で500円分のクオカードをくれるのなら、200株所有なら、1000円分のクオカードをくれるの？所有株数に比例して、優待の額が上がるということじゃなさそうなの。所有株数と優待のクオカードの額に関しては、変更もあり得るし。誤ったことは言えないので、ここではあえて言わないでおくわね。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。また見てねー。